さらにその1年後、中原忠也は己の出自にまつわる真相を突き止め、乱道の親友にして裏切り者の異能諜報員と対峙した。どんな夜の闇よりも深く暗いヌバタマの闇。ランチ、陰鬱なる汚辱の許容よ。改めて我を目覚ますことなかれ。重力に潰されてみるか。